一ノ谷の戦い。一ノ谷の戦いは、平安時代の末期の寿永3年、治承8年2月7日、1184年3月20日に、摂津国福原及び須磨で行われた戦い。治承、寿永の乱、源平合戦における戦いの一つ。寿永2年、1183年5月の倶利伽羅峠の戦いで、源義仲に敗れた兵士は、兵力の大半を失い、同年7月に安徳天皇と三種の神器を報じて、東落、九州太宰府まで逃れた。京を制圧した義仲だが、統治に失敗して、後白河法皇とも対立するようになった。義仲は、後白河法皇の命で、平氏追討のために出兵するが、備中国で大敗を喫してしまう、水島の戦い。後白河法皇は義仲を見限り、鎌倉の源頼朝を頼ろうとするが、これが義仲を激怒させ、後白河法皇は幽閉されてしまう、法十字合戦。情勢が不利になり、脱落者が続出して、義仲の兵力は激減してしまい、讃岐国屋島にまで復帰していた兵士へ和平を申し出るが、兵士はこれを拒絶した。寿永3年、1184年1月20日、頼朝が派遣した範頼、義経の鎌倉政権軍に攻められて義仲は滅んだ、宇治川の戦い。この源氏同士の抗争の間に勢力を立て直した兵士は、同年1月には大輪田泊に上陸して、かつて平清盛が統計画した福原まで進出していた。兵士は瀬戸内海を制圧し、中国、四国、九州を支配し、数万騎の兵力を要するまでに回復していた。兵士は同年2月には京奪回の軍を起こす予定をしていた。1月26日、後白河法皇は頼朝に平家追討と兵士が都落ちの際に持ち去った三種の神器奪還を命じる平家追討の宣示を出した。兵士の所領500箇所が頼朝へ与えられた。以下は、吾妻鏡、平家物語などを元にした交換で知られる合戦の経過である。寿永3年、1184年2月4日、鎌倉法は矢合わせを7日と定め、範頼が大手軍56000余騎を、義経が絡め手軍1万騎を率いて京を出発して、摂津へ下った。兵士は福原に陣営を置いて、その外周、東の生田口、西の一ノ谷口、山の手の夢の口に、強固な防御陣を築いて待ち構えていた。同日、絡め手を率い丹原を進む義経軍は、播磨国、三草山の助森、有森らの陣に夜襲を仕掛けて撃破する、三草山の戦い。前哨戦に勝利した義経は敗走した、助森、有森らを、土井実平に追撃させて、参道を進撃した。2月6日、福原で清盛の法要を営んでいた兵士一門へ、後白河法皇からの使者が訪れ、和平を勧告し、源平は交戦しないよう命じた。兵士一門がこれを信用してしまい、警戒を緩めたことが、一ノ谷の戦いの勝敗を決したとの説がある。後日、迂回進撃を続ける、絡め手軍の義経は、日よどり越し、日よどり越えで軍を2分して、安田義貞、忠行綱らに大半の兵を与えて、道盛、範経の1万騎が守る夢の口、山の手へ向かわせる。後日、義経はわずか70騎を率いて、山中の南道を西へ転進した。平家物語によれば、義経の老頭の武蔵坊弁慶が年老いた領主を道案内として見つけてきた。領主が日よどり越しは到底人馬は越えることのできぬ難路であると説明すると、義経は、鹿はこの道を越えるかと問い、冬を挟んで餌場を求め鹿が往復すると答えた。義経は、鹿が通えるならば、馬も通えようと言い案内するよう求めたが老領主は、自分は年を取りすぎているとて、息子を紹介した。義経はこの若者を気に入り、老頭に加えて、鷲尾三郎義久と名乗らせた。難路をようやく越えて、義経ら70騎は、兵士の一ノ谷陣営の裏手に出た。断崖絶壁の上であり、兵士は山側を全く警戒していなかった。2月7日卒業、先駆け戦と欲して、義経の部隊から抜け出した、熊谷直実、直家府主と、平山喜重らの5騎が忠則の守る、塩屋口の最上度に現れて、名乗りを上げて、合戦は始まった。兵士は最初は少数と侮って、相手にしなかったが、やがて打ち取らんと兵を繰り出して、直実らを取り囲む。直実らは奮戦するが、大勢に、無勢で打ち取られかけた時に、土井実平率いる7,000余騎が駆けて激戦となった。午前6時、友盛、重衡ら兵士軍主力の守る、東側の生田口の陣の前には範頼率いる、梶原景時、畠山重忠以下の大手軍50,000騎が布陣。範頼軍は激しく、矢を追いかけるが、兵士は業を巡らし、逆もぎを重ねて、陣を固めて待ち構えていた。兵士軍も雨のように矢を追いかけて応じ源氏軍をひるませる。兵士軍は2,000騎を繰り出して、白兵戦を展開。範頼軍は、川原高直、藤田光安らが撃たれて、死傷者が続出して攻めあぐねた。そこへ、梶原景時、影末伏が逆もぎを取り除き、降り注ぐ、矢の中を突進して、梶原の2度掛けとばれる奮戦を見せた。義経と別れた、安田義貞、多田幸綱らも夢の口、山の手を攻撃する。生田口、塩屋口、夢の口で激戦が繰り広げられるが、兵士は激しく抵抗して、源氏軍は容易には突破できなかった。精兵70騎を率いて、一の谷の裏手の断崖絶壁の上に立った義経は、1000騎と見て坂を駆け下る決断をする。平家物語によれば、義経は馬2頭を落として、1頭は足をくじいて倒れるが、もう1頭は無事に駆け下った。義経は心して下れば馬を損なうことはない。皆の者、駆け下りよというや先陣となって駆け下った。坂東武者たちもこれに続いて駆け下る。2丁ほど駆け下ると、屏風が立ったような険しい岩場となっており、さすがの坂東武者もおじけづくが、三浦氏の一族左源義連が、三浦では、常日頃、ここよりも険しいところを駆け落ちているわというや、真っ先に駆け下った。義経らもこれに続く。代力の畠山重忠は馬を損ねてはならじと馬を背負って岩場を駆け下った。なお、吾妻鏡によれば、畠山重忠は、範頼の大手軍に属しており、義経の軍勢にはいない。崖を駆け下った義経らは兵士の陣に突入する。予想もしなかった方向から攻撃を受けた一の谷の陣営は大混乱となり、義経はそれに乗じて方々に火をかけた。兵士の兵たちは我先にと海へ逃げ出した。鎌倉幕府編纂の吾妻鏡では、この戦いについて、源九郎、義経は勇士70余騎を率いて、一の谷の後山、日踊り越と郷須に到着。九郎が、三浦十郎義連、佐原義綱ら勇士を率いて、日踊り越。この山はイノシシ、鹿、ウサギ、狐の外は、東れぬ県祖であるにおいて、攻防の間に、兵士は、少量を失い敗走、あるいは、一の谷の間を馬で出ようと策し、あるいは船で、四国の地へ向かおうとしたと、義経が70騎を率い、堅楚な一の谷の背後、日踊り越から攻撃を仕掛けたことがわかる。これが逆落としを意味すると解釈されている。九条兼実の日記、玉葉では、絡め手の義経が、丹波城、三草山を落とし、ついで、一の谷を落とした。大手の範頼は、浜より福原に寄せた。多田幸綱は、山側から攻めて山の手、夢、野口を落とした。と戦況を書き残している。ここでは義経が一の谷を攻め落としたことは記しているが、逆落としの奇襲をかけたとは書いていない。なお本項目の経過解説と画像では、逆落としの場所を現在この合戦の説明の際に、主流になっている一の谷の裏手鉄拐山とする説、一の谷説をとっているが、平家物語や上記、吾妻鏡では、義経の戦った場所は日踊り越、一の谷から東方8キロとなっており、日踊り越説も根強く、またそもそも逆落とし自体が平家物語が創作した虚構であるという見方もありである、口述。混乱が波及して、平忠則の守る塩屋口の西条戸も突破される。逃げ惑う兵士の兵たちが船に殺到して、溺死者が続出した。生田口の東条戸では、副将の重衡が8000騎を率いて、安田義貞、多田行綱らに攻められ、危機に陥っている夢の口、山の手の救援に向かった。午前11時頃、一の谷から煙が上がるのを見た範頼は、大手軍に総攻撃を命じた。知盛は、必死に防戦するが兵が浮き足立って、ついに敗走を始めた。安徳天皇、建礼門院らと沖合の船にいた総大将の宗盛は敗北を悟って屋島へ向かった。西条戸の将の忠則は逃れようとしていたところを岡部正清に組まれて負傷し、覚悟して短座して念仏を唱え首をはねられた。歌人だった忠則が海老名に和歌を残していた逸話が残っている。合戦の一番乗りの功名を果たした熊谷直実は敵を探していると馬に乗って海に入り沖の船へ逃れようとする兵士の武者を見つけて敵に背を向けるのは卑怯であろう。戻りなされと呼びかけた。武者はこれに応じて陸へ引き返して直実と組むが勇士の直実にはとてもかなわず組み伏せられた。直実は首を取ろうとするが武者の顔を見ると薄化粧をした美しい顔立ちの少年だった。武者は清盛の弟、常盛の子敦盛16歳と名乗った源平盛衰記による。平家物語では名乗らない。直実の息子直家も同じ16歳で哀れに思い逃そうとするが、他の源氏の武者が迫っており、到底逃れることはできまいと、泣く泣く敦盛を討ち取った。直実は武家の無常を悟り、後に出家して、高野山に登った。平家物語の名場面である。史実でも直実は敦盛を高野山で供養し、その後出家して、法然に仕えている。吾妻鏡によると出家の直接の理由は所領をめぐる、訴訟に敗れた際、梶原景時の言動に起こったためである。敗走した平重衡は、梶原景末と彰子によって捕らえられた。吾妻鏡では、児玉等の武将である、章太郎家長に、平家物語では、章四郎高家に捕らえられたとある、研究者の間では、武功に見合うだけの恩賞を与えられている点から、家長説が有力視されている。この敗走で、兵士一門の多くが討たれ、兵士は、屋島へ逃れて、戦いは、鎌倉方の勝利に終わった。範頼軍は、平道盛、平忠則、平常俊、平清房、平清貞を、義経、安田義定軍は、平敦盛、平友明、平成盛、平盛俊、平常政、平諸盛、平の則常をそれぞれ討ち取ったと言われている。ただし、平家物語や、吾妻鏡など文献によって戦死者は、多少異なっている。この戦いで一門の多くを失った兵士は、致命的な大打撃を受ける。後白河法皇は捕虜になった重衡と三種の神器を交換するよう兵士と交渉するが、宗盛はこれを拒絶し、合戦直前の休戦命令に従っていたにもかからず、突然源氏に襲われたということに対する抗議。休戦命令は兵士を陥れる希望ではなかったか、との後白河法皇への不信を述べ立てている。合戦に大勝した鎌倉政権軍も戦略目標である三種の神器奪還には失敗しており、屋島の戦い、壇ノ浦の戦いへと戦いはまだ続くことになる。兵士敗北の要因について、後白河法皇が兵士へ講和の提案を行い、油断させる一方で、鎌倉政権軍と連携して対兵士攻撃を着々と準備した計略であるという説がある。この説では、合戦直前の2月6日の後白河法皇の休戦命令と、合戦後の宗盛の休戦命令を信じていたら、源氏に襲われて一門の多くが殺された、兵士を陥れる希望ではないのかという法皇の抗議の書状を重視して、法皇を信頼して、和解に向け展望を開いていた兵士にとって、鎌倉方の突然の攻撃は想定できるものではなく、鎌倉側の勝利は、必ずしも、源義経の将としての能力などだけに、基づいているのではないとしている。もっとも、この説を裏付ける資料は、敗れた平家方の書状のみである。当時、地理を熟知していた平氏側は、東門、北門、夢、野口、小妙泉寺、妙泉寺の2カ所、西門と戦術上の要所に布陣しており、やはり戦を想定していたとする反論もある。吾妻鏡では、源氏の兵力は、範頼軍は5万4千騎、義経軍は2万騎とある。平家物語も、同程度の兵力であり、ほとんどの合戦関係本で、この合戦を解説する際には主にこの数字が使われており、本項目の経過説明もこれに従っている。しかし、別の見方もある。九条兼実の日記、玉葉の2月4日の記事では、源納言、源貞房の話では、平氏は、主上、安徳天皇を奉じて、福原に到着。九州の軍勢は未だに到着しないが、四国、紀伊の軍勢は、数万という。来る13日に受落しようとしている。一方で、官軍、源氏はわずかに1、2千騎に過ぎない。とある。また、2月6日の記事では、ある人の話によると、平氏は、一の谷を退き、稲谷に向かった。しかし、その軍勢は2万騎である。官軍、源氏はわずかに1、2千騎である。中略また別の人の話では、平氏が引き上げたのは流説であり、その軍勢は、数千、数万を知らずある。とある。玉葉に従えば、平氏は、数万騎であるのに対して源氏は1から2千騎程度の、わずかな軍勢しかいない圧倒的に不利な状況にあったことになる。源平が互角の兵力で衝突したよう、特に範頼の幾多の森の戦いに記述がされている、従来の吾妻鏡、平家物語をもとにした合戦観が全く崩されてしまう。これでは10倍以上の兵力差があり、常識的に合戦にならない。範頼と義経は10倍以上の兵士の本営。福原へ攻撃を仕掛けたことになる。にもかかわらず、源氏は勝利している。吾妻鏡の一の谷の戦いの合戦記述には、軍記物語の平家物語の影響があるという指摘もある。そのために、吾妻鏡にも義経は有志70騎で、一の谷の裏山、日踊越に立ち、日踊越から攻撃を仕掛けて、一の谷を落とした、逆落としという、平家物語を肯定する記述になっている。しかし、逆落としは、荒唐無稽であり、信じるべきではないという見方が歴史学の専門家では、一的で、そうなると、上の節のような、後白河法皇の希望という大胆なトリックが必要になるのである。つまり、この合戦全体が政略的な奇襲であり、圧倒的に優勢な兵士は、見方によってはほとんど武装解除に近い状態にあったところを源氏に襲われてまともな合戦にもならず大敗を喫したということになる。この説に従えば、範頼の幾多の森の激戦はもちろん義経の逆落としもなく、本項目の経過説明のような一般に語られる吾妻鏡、平家物語をもとにした合戦解説はすべて虚構ということになる。激戦だったという従来のこの合戦の理解は根本的に崩れる。吾妻鏡と平家物語を創作であると捨てて、厳密に玉葉のみを取れば、義経は三草山と一の谷を落として、範頼は浜から福原に寄せた。ただ行綱は山の手を攻略し、合戦は2時間足らずで終わり、兵士は敗走した。以外は、具体的な戦闘推移は何もわからなくなるのである。しかしながら、それでは、合戦経過がほとんど何も書けなくなり、身も蓋もないので、一般的な合戦解説では、後白河法皇の政略を加味しつつ、具体的な合戦経過は、玉葉を交えつつも、主に、割れ鏡と平家物語を取り、兵力については全く異なるために、吾妻鏡を取り、玉葉は1から2千騎という源氏の兵力は無視して、数万騎という兵士の兵力のみを取ることになる。合戦の具体的な経過については、最新の研究が、まだ研究者によってまちまちで一致せず、一般にも十分に普及していないので、本項目の合戦経過は一般向け書籍や、観光案内で使われるそれに従いる。名高い義経の逆落としだが、一般的には、鵯越氏から行われたと言われている。平家物語では、義経らが駆け下った場所を、鵯越氏とし描いており、吾妻鏡でも義経が戦った場所は、鵯越氏と記されいるからである。しかし、鵯越氏、神戸市兵庫区鵯越町は、一の谷、神戸市須磨区一の谷町の東方8キロにあり、吾妻鏡、玉葉、平家物語の義経が、一の谷の陣を攻略したという記述と矛盾る。このため、一の谷という攻略地点を重視して、桑田忠親国学院大学教授などは、戦況や資料の断片的な記録から判断して、逆落としは、一の谷の裏手鉄海山の東南の急峻な崖から行われたと述べている。一の谷から遥かに離れた鵯越氏より、一の谷背後の鉄海山の崖である方が、戦況の説明が合理的になるため、近年の合戦を扱った関係書籍や観光史跡案内、例、義経、神戸源平物語などでも、主にの一の谷説が取られており、本項及び、戦況地図画像もこの説に従って記述している。一方で、吾妻鏡や平家物語の記述通りに、逆落としの場所は、鵯越であるとの説も根強い。このため、逆落としが行われた場所が鉄海山の東南か、鵯越氏かで長年論争になっている。神戸市文書館源平特集、一の谷の合戦。神戸市の歴史家、落合重信は、鵯越氏説を取り、義経は山手、夢野口の道盛、則経、盛俊の陣を攻略したとしている。平家物語にも義経は、北方の山手鵯越氏方面の盛俊の陣に攻撃を仕掛けたとある。また、鵯越氏説を取る立場からは、平氏の城が置かれた場所は、現在の須磨区一の谷町とは異なるとして、現在の須磨区の一の谷は、江戸時代に現れた地名であるとしている。従来の合戦の解説での一の谷の位置の否定が、根本的に誤っているとする説もある。兵庫県郷土史や、梅村信夫。しかしながら、義経が崖ないし坂を駆け下って、平氏の一の谷の陣営奇襲したという、逆落とし自体は、当時の一級資料である。玉葉には記されておらず、また、吾妻鏡の合戦の記述には、平家物語の影響が指摘されている、神戸市文書館源平特集、一の谷合戦。そもそも、急峻な崖を牙で駆け下るなど、物理的に不可能であろうとして、逆落としは、平家物語が創作した虚構であるとの見方が、歴史学の専門家の間では有力である。本項目の合戦経過には3000騎を率いる義経、三草山の戦い後に7000騎を土井実平に与えて別行動を取らせているが兵を分けて70騎を率いて一の谷の裏山に向かい逆落としの奇襲を行ったとしてる。ところが逆落としを詳細に記述している平家物語では義経は兵を分けず3000騎で鵯越氏から一の谷へ逆落としをかけている。一方、吾妻鏡では一の谷の裏山に回ったのは、有志70騎余りなっている。逆落としが本当にあったとすれば、この方が多少は現実的と考えられ、合戦関係本の多くがこの後者の数字を取っている。すると残る大部分の兵は誰かが率いたことになる。そして則経、盛俊が守る山手、夢、野口を攻撃した。多くの合戦関係本で、そのような経過になっており、本項目でもそれに従っている。吾妻鏡の戦果報告で、則頼、義経と並んで安田義弟の名が見える。この3人が合戦の各方面の大将を務めたと考えられる。義弟は義経の絡め手軍に属し、戦果報告で平常政、平諸盛、平の則経を討ち取っており、則経は山手。夢野口の将と考えられることから、一般に義弟が山手を攻めた大将と推定されることが多い。例えば、2005年の大河ドラマ、義経でも、そのように描かれている。もちろん、ドラマなので交渉性は問題にならないが、この説が一般に流布しているという点である。安田義貞は、甲斐源氏で、平氏打倒に挙兵し、富士川の戦いで大功を立てている。その後は、源義仲に属して入京し、さらに、義仲を見限って宇治川の戦いでは再び、鎌倉方に属すなど、独自の行動をとってる。甲斐源氏は、源義家の弟源義満の系統で、挙兵以来、鎌倉方では、非常に大きな戦力を有していたと考えられ、血統的にも頼朝に対抗しうる一族である。一方で、玉葉では義経が一の谷を落とし、範頼が浜から福原に寄せ、幾多口、忠行綱が山の手、夢、野口を落としたとある。味方から攻めたことになり、その一手は安田義定ではなく忠行綱だった。ところが、吾妻鏡の編成でも、戦果報告でも、忠綱の名が見当たらない。忠行綱は、獅子ヶ谷の陰謀で、清盛に密告した人物として有名だが、摂津国忠源氏の棟梁である。忠源氏は警部使として活動し朝廷との関わりが強く、畿内では大きな力を持っていた。忠綱も反平氏に挙兵して、義仲が後白河法皇を攻撃した法十字合戦では、院方の主力として戦っている。忠行綱が合戦のあった摂津国に地盤を有して、兵力も多く、地理も熟知していたはずであることから、山の手を攻めたのは、玉葉で明記されている通り、忠綱であろうとする説もある。一の谷の戦いで、最も活躍したのは、地元の忠綱であるという説まである、神戸市郷土史や、梅村信夫。本木康夫京都大学大学院教授は、忠綱の選考が、吾妻鏡にない理由は、平氏滅亡後の文治元年。1185年に行幸が頼朝の怒りを受けて、所領を没収されたためであろうと述べている。なお、安田義貞も後に、頼朝によって、所領を没収され、死に追いやられている。山の手を攻撃した将が、安田義定か、忠綱かは本によって、まちまちであり、本によっては、折衷案なのか、安田義貞と、忠綱の両人の名を併記していることもある。本項目でも便宜上、山の手攻撃の将として、安田義貞と忠綱の二人の名を併記するが、二人が共同して山の手を攻めたという史料的な根拠があるわけではない。安田義貞が、吾妻鏡の三人の大将の一人に挙げられ、山の手を守る範経を討っており、一方で、忠行綱は、玉葉で山の手を落としたと明記されており、二人がこの方面で将として、戦っていたであろうからである。菱沼和則、国立歴史民俗博物館科研協力員は、著書、源義経の合戦と戦略、その伝説と実像、角川選書、2005年で、この合戦について、以下の説を述べている。2月4日、からめ手義経軍は、播州、三草山の平助盛、平有盛らの陣に夜襲を仕掛けて敗走させ、東、播磨を制圧しつつ、一の谷口の西隣、塩屋へ集結した。東播磨一帯は、平家の地盤であり、兵、兵糧の徴発徴収を行っていた。また、大軍の通行できる幹線道路もあり、重要な上洛ルートでもあった。三草山が破られたと知った、平宗盛は、義経軍へ備えて、猛将、平の範経を、鵯越の防衛へ加えた。玉葉によると、2月7日、早朝、矢合わせの時刻通り、範頼は、幾多口を、義経は、一の谷口を、忠行綱は、鵯越口を攻め始めた。まず、行幸が、鵯越口を落とした。鵯越は、平家本陣である、福原、大輪殿の伯に最も近かったため、宗盛は、安徳天皇を奉じて海上へ逃れ、一の谷、幾多も、相次いで陥落した。多くの武将が討ち取られたことについては、大輪殿の伯に最も近い鵯越口が最初に陥落したために、幾多、一の谷に行った将兵が逃げ遅れたことが原因ではないかと推測している。実際の合戦は、福原を中心に幾多口、一の谷口で行われており、一の谷だけが戦場だったわけではない。菱沼和則によると、義経側から多くの情報が外部に流れたため、この名称で呼ばれるようになったのだという。義経は合戦後1年間、頼朝の在京大官として政務に従事しており、人脈も多かったが、範頼は鎌倉へ帰還したため、生田口での合戦の情報が不足したというのである。鈴木顕によると、その結果、平家物語は、平氏の本陣は、福原であるはずが一ノ谷であるかのように記述し、鵯越は、一ノ谷の遥か東方に位置するのに、平氏本陣を見下ろせる場所と描写するなどの謔刀を施しているという。しかしながら、一ノ谷については、多くの歴史的文献を鑑みてもともと、湊川、海下山南部にあった湖を呼称していたのが、妻の地名を呼称するように変わったとする説がある。平家物語巻9、源平盛衰期間37での平忠則が、討ち取られるまでの記述においても、そのことが伺い知れる。生田、一ノ谷での戦いの呼び方も、文献では、東条との戦い、西条との戦いそれぞれ呼称されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。